はい。今回は人間関係に疲れやすい人ほどチャンスである理由ということで話していこうと思います。人間関係に疲れやすい人っていうのはですね、やっぱり、えー、自分と相手の違いとかそういったものに対してこうネガティブな印象っていうものを持ってしまっていたりするわけなんですけども、こういう時って実は 相手に対して〇〇なことをしてしまっているっていうことが原因だったりするんですよね。その結果、疲れてしまってたりとか、ラれラれてしまったりとかっていうことが起こってしまっていることがほとんどなんですよ。なので、それは実はこういうふうに書いたらチャンスなんだよっていうことをね、今回話していこうと思うので、ぜひ最後まで聞いていただけたらなというふうに思います。このチャンネルではそういったコミュニケーションとか、生き方、考え方とか、そういった部分を主に解説しているチャンネルなので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今回も内容に入っていきましょう。 まず人は無理には動かせないんだっていうことを覚えておいてほしいんですけども、その最終的に自分を変えるって っていうきっかけを与えることはできるんですよ。例えば、本を書くとか、相手に対して話をしてあげるとか、そういった言葉によって、相手の気持ちが動いて、その結果、自分から変わろうって思うことがあったとしても、人は基本的に相手を無理やり動かすことっていうのはできないんですね。で、それをやろうと思うから、暴力が起こったりとか、感情を剥き出したりとかっていうことが起こってくるわけなんですよ。それって、表面的な行動っていうのは変えることができるんだけども、心を変えることっていうのができなくなってしまうので、 むしろ関係性としては悪くなってしまうと。だから人を無理に動かそうとすると必ずそこには何かが生じてしまうんですよね。必ず何か無理に起こそうとした時には反動が起こるんですよ。だからそれはしない方がいいわけなんですね。で、無理に相手を変えたいと望んでしまうからストレスになったりとかイライラになったりするわけなんですよね。なぜかというとほとんどの場合そうやって暴力でドーンって変えてしまったりとかってすることってできないから。 でも変えたい。でも変わってくれない。ストレスだ。イライラする。みたいな。そんな感じになってきちゃうわけなんですよ。でも、人っていうのは自分の意志で変わるものだし、動くものだから、やっぱり僕たちがどう望んだって、相手を無理に変えることっていうのはできないわけなんですよね。で、ここで覚えておいてほしいことなんですけど、やることってシンプルで、結局のところ、自分を磨くしかないよねっていうことなんですよね。例えば、多くの場合ね、 あの自分が悪いかとか、相手が悪いかとかって考えちゃったりするじゃないですか。この問題は僕じゃ、僕は確かにちょっと悪いところあるけど、でも相手の方が悪いじゃんみたいな、そういうことを言う人って言いますよね。でも、その論争自体がまず無意味だよねっていうことで、この論争って結局のところ、どっちが悪いかなんですね、決めるのは。 どっちが悪いかを決めたら何が起こるか。結局のところ、相手の方が悪い。だから、相手の方が責任があるんだよっていう、なすりつけなんですよ、ただの。つまり、これを考えてる時点で、自分は悪くない理由を探してるんですよね。こうなってしまうと、成長ってできないんですよ。だから、こういう考え方ではなくて、そもそも、いいか悪いかとか、正義か合うかなんて、どうでもいいよねっていうことなんですよ。 結果自分が成長する方が自分にとってプラスじゃんっていうふうに考えてほしいっていうことなんですねつまり多くの場合は良い,いとか悪いとか正義とか悪とかっていうパラダイムに支配されているんですよだからいやこれは相手が悪いでしょって でもそうは言っても、この場合は、やっぱ相手が悪いじゃん。相手を変えなきゃいけないじゃんって思っちゃってるんですよ。その時点で無駄だよっていうことなんです。なぜかというと、前提で相手を変えることはできないっていうことだからなんですよ。だから、相手にそれは良くないよって伝えることはできたとしても、その結果相手が変わるかどうかを僕たちはカードを握っていないっていうことなんですね。だからそこに対してエネルギーを注いだって自分が無駄じゃないですか。だって自分はしんどいだけだから。大体のイライラって、自分が相手を変えようとして変わってくれないかイライラしてるんですよ。 そうやって無理に何か動かそうとして動かないからイライラしてるわけだからそれを相手が悪いって決めたところで相手が動いてくれないのであれば意味がないわけですねじゃあどうやって相手を動かそうって考えるかじゃなくてむしろ自分を変えた方がそこに対してイライラしない自分を作る方が建設的なわけですよなので僕はそうやって 悪とか正義とかどっちが悪いとかっていうのはそもそも考える必要がないと思っていて、すべてにおいてね、自分の成長に向ける方が建設的だなっていうふうに思うわけですよ。だから自分が悪いって考えるっていうよりは、でもこの問題に対して変えられるカードって自分しかないから自分成長させた方がいいよねっていうことなんですよ。だから、例えば恋愛した時に、恋愛で相手が こういういな態度を取だから例えば、えー、告白をしましたで告白をした時に相手がなんかすごい振り方をしてきたとあんなことするのでひどいよねとかって相手を責めつ,つも仕方ないんですよねその時に自分がその女の子に対して魅力を感じてもらえなかったんだなって自分で捉えることによってじゃあ自分を磨こうって考えることがすごく大切でどういう結果になろうが結局のところカードを切れるのって自分の変化だけなんですよねじゃあ自分を変化させた方がいいよね自分の成長につなげた方がいいよねっていうことなんです 結構シンプルですよねなので僕はそういう風にどういうことが相手はどういう風に思っているのかとか相手はなんで こういいううこととしたののかとかっていうのももちろん大事ではあるんですけどそれにおくよく悩むっていうよりはむしろそれを踏まえた上でじゃあ自分はやっぱりこういうふうに見てもらわなきゃいけないよねとかこういうふうに成長していかなきゃいけないよねっていうふうに自分の成長にシフトしていくことがすごく大事だなっていうふうに思っているんですねなので何が起こっても常にやることっていうのはシンプルで自分を磨いていく自分の成長に力を入れていくっていうことになってくるわけなんですよなので人間関係に疲れやすい人っていうのはそういうふう ですね今パラダイムっていうものが相手が悪いよとか自分はこう,こうしてるのにとかっていうふうな感じで、えー、その。 いいか悪いかみたいな部分にね、えー、パラダイムっていうものを採用してしまっているので、そこに注力してしまっている状態なんですよね。だからそこにかけているエネルギーを、ああ、でもやることってシンプルなんだ、自分を変えていけばいいんだっていう方向に仕事をすることができると、一気に見える世界って変わってくると思うし、見える世界が変わるだけで人との関わり方も全然変わってくるんですね。なので、今、人間関係に疲れやすい人っていうのは、あ、そうだ、自分に切れるカードっていうのは自分の変化だけなんだっていうふうに気づくことによって、今の状態っていうのは変わってくると思うので、ぜひ常に 意識を自分の成長に向けるといでこういうふうにね自分の考え方とかっていうものをどん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 変えていったりだとか誰が悪いかとかじゃなくて自分をどんどん変えていこうって思う人がたくさん増えてくるとどうなるのかっていうと相手のことを考えることができたりだとかね人を責めたりとかね人を傷つけたりとか自分を守るために相手に殴りかかっていったりとかねそういったことがなくなるなって僕は思っているんですねこういうふうに人を思いやれたりだとか輪を作ることができる人たちっていうのがどん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 増 増ええててててていって欲しいなっていいっっしなうに僕は考えていてどん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 ね最近はもうなんか個性主義的な自分が良ければいい自分がテクニックで好かれればいいみたいなものがやっぱりたくさんね広がっていってしまった結果ですねなんかこう 違和感があるというかなんですよねそうではなくて、しっかりと心から繋がれている仲間がいるなとか、自分は人に対して与えているこの貢献感があるなみたいな、そういった温かいエネルギーみたいなものを感じてほしいなっていうふうに思ってるし、それを届けられるとどんどんどん増やしていきたいなっていうふうに思っているんですね。なので、そういったたちがどん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 増えていくように、僕、メールコミュニティで、どんどんどんね、そういった情報というか、知識というか、自分の成長というか、 っってててていいいううものををみんなでシェアしていくっていうことをやってて特に今はあの器を大きくしていくっていうことをメールコミュニティでは主にやっているんですけどまあみんなでねこういうことを意識してみたらこういうふうな結果が出ましたよとかね他にも、まあ、こういった知識を持っていたりとかこういう考え方採用していくと器は大きくなるよねみたいなことをどんどんみんなでね盛り上げてやってる、まあ、そのみんなの盛り上げを、まあ、僕が えー、まあ、ダイペルさせていただいてるっていう感じですかね。えー、メールを送らせていただいてるっていう感じになってるので、まあ、いろんな人のね、えー、返信とかをシェアしながら、こういう人がいて、こう、こう、こうでっていう、そんな話をして盛り上げていって、みんなでね、変化っていうものを作っていっているので、ぜひあなたにも参加していただきたいなっていうふうに思っています。えー、概要欄にね、URL を貼ってあると思うので、ぜひそちらから参加してみてください。で、毎日こんな感じで動画もアップしていってるんで、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。